トヨタのクラウンクロスオーバーが発売から1年半後に新たな改良を受け、特別使用者の追加が検討されているという情報が浮上しています。このモデルは SUV を主体としたクラウンの新シリーズの一部であり、クロスオーバースポーツ、セダンといったバリエーションがすでに市場に出ており、エステートンの登場が待たれています。 クロスオーバーモデルは他のバリエーションに先駆けて発売されたため、初の改良が行われる時期と見られていますが、トヨタからはまだ正式な発表がなされていません。しかしながら、販売店関係者によると、改良の主な焦点はグレード構成の見直しと機能装備のアップデートになるとのことです。G、G レザーパッケージ RS。 グレードが廃止され、新たに G アドバンスド G アドバンスドレザーパッケージ r s アドバンスド X の4つのグレードに再編される予定で、ボディカラーも一部変更される見込みです。また、この改良に合わせて、ランドスケープという特別使用車が設定される可能性があります。これは、以前東京アウトドアショーで、 披露されたクラウンアウトドアコンセプトの市販バージョンとして位置づけられ、タフでワイルドな外観が特徴のコンセプトモデルをベースにしています。この特別使用者は、オールテレインタイヤ、大型ルーフキャリア、専用アルミスキットプレートなど、アウトドア活動に適した装備が施されるとされています。しかし、 価格については改良に伴う上昇が予想されるものの詳細は不明です。特別使用者、ランドスケープがコンセプトモデルに近い形で実現するかは未定ながら生産数が限られる可能性があるため購入を希望する顧客の間での競争が予想されます。これらの改良と新たな特別使用者の追加は 2024年4月上旬に行われる予定です。セダンやクーペをタフワイルドにカスタマイズするトレンドは、ポルシェやランボルギーニといったハイパフォーマンスカーブランドでも見られる現象です。ランドスケープはクロスオーバーの最上位グレード RS をベースにしており、見た目にかなった高性能な車になると期待されています。